テアイテトス、テアイテトス、テアイテトスは、プラトンの表した、中期末の対話編。副題は、知識について。紀元前369年、メガラにて、メガラ郊外から市内へとやってきたテルプシオンは、しばらくして帰ってきたエウクレイデスに出くわす。エウクレイデスは、外交、ニサヤに行く予定だったが、その途中で、 バイとアテナイが戦闘を繰り広げているコーリントスの陣地にて不祥と赤痢で危険な状態となり、アテナイへと運ばれていく手相テトスとでクわし、彼を見送っていたのだという。その帰り道にエウクレーデスは、かつて亡くなる直前のソクラテスが少年期の手相テトスと問答を交わし、絶賛していた話を思い出したという。 それを書き留めておいた書物があることを前々から聞いていたテルプシオンはそれを読ませてほしいと頼み、二人はエウクレーデスの家に行く。こうして書物の中身である当時の対話内容が述べられていく。紀元前399年のアテナイ防体育場キュムナシオンにて、ソクラティスとテオドロスは見込みのある若者について話していたところ、 ちょうど話題にしていた手相テトスがやってきた。そこで彼らは手相テ,テトスを呼び、ソクラテスが手相テ,テトスと問答を交わしていくことになる。ソクラテスは手相テ,テトスに知識、エピステーメイが何であるかを問い、提示された答えである感覚、真なる思いなし、真なる思いなしに言論を加えたものの3つにそれぞれ検討を加えていくが、いずれもが、 知識ではないと否定されることになる。そして、ソクラテスは、メレトスに訴えられたのでこれから、バシレウスの役所に行かねばならないが、また明朝早くに会うことにしようとテオドロスに、約束しつつ、その場を去る。本編はソクラテスが、少年、テアイテトスに、知識、エピステーメイが何であるかを問い、テアイテトスが提示した、感覚、真なる思いなし、 真なる思いなしに言論を加えたものといううつの答えを検討し、そのいずれもが否定されるという話が骨格となっているが、その骨格部分の直接的な議論、問答の分量は、ステファスヌバンで言えば、といった具合に、やや長めとも言える全体の分量、142a-210d の68ページから言えば、ごく一部に過ぎず、 それ以外の大部分は、それら骨格部分の議論の手前で行われる、やや冗長、脱線的とも言える関連議論で占められている。それら、手前に置かれる、関連論も込みのページ数だと、となり、最初が一番長く、徐々に短くなる構成となっている。そして、それら、手前に置かれる、関連論の内容は、となっており、それらも含めた、本編内容全体を通じて、 国家の、千分の比喩、パイドロス、第七書簡などで言及される、イデアの干渉以外はいかなる言葉、模造を用いた表現、認識、知識も、不十分というプラトンの思想を浮かび上がらせる点も、含め、初期対話編、クラテュロスをほぼそのまま踏襲した、内容、構成となっている。本編は、ソクラテスがメレトスに訴えられたのでこれから、 バシレウスの役所へ行かなければならないから、病長早くにもう一度会って話をしようと言って終わる。そして、初期対話編、エウテュプロンは、その役所に行く途中での問答が描かれている。そしてさらに、その翌日に、本編の続編である、後期対話編、ソピステス、政治家の対話が行われた定めになっている。また、クラキューロスでは、ソクラテスが、今朝、 エウティプロンと長時間一緒にいて話を傾聴し、彼が自身の知恵を自分に乗り移らせたと述べる場面があり、クラテュロスの議論がエウティプロンの直後に行われたものであることが示唆されている。したがって本編を含むソクラテス最後の年、紀元前三百九十九年を描いた八つの対話編の時間設定は、翌日、数日、数週間後、三十日後の順となる。 内容的にも本編は続編であるソピステスはもちろんのことクラテュロスとも密接に関連しているのでこの配置はプラトンによって明確に意図されたものであると考えられるソクラテスが少年テアイテトス及びキュレネ出身の数学者であるテオドロスと知識エピステーメイが何であるかについての問答を行うテアイテトスからは という三つの答えが順々に提示されていくが、検討の結果、それらはいずれも知識ではないという結論が与えられることになる。しかし、これはあくまでもソクラテスが得意とする三馬術の一環として行われたものであり、ここで諦めて考察を断念するのではなく、これをより良い知見に到達するための通過点として捉え、さらなる考察を続けていくべきことが示唆されている。 本編は、その内容上、続編である、ソピステスと共に、プラトンの知識論、認識論の中心的な書として扱われている。また、言語論を扱っている、初期対話編、クラテュロスとも、概念自体の正しさ、根拠を考察するという点で共通したテーマを、抱えており、内容的、構成的にも、非常に密接な関係にある。例えば、 プロタゴラスの相対主義とヘラクレートスの万物流説、あるいはエウテュデモスの虚偽不可能性説的基弁の発想が、プラトン説を引き立てるために否定される、やられ役的に引き合いに出されていたり、言論、ロゴスに関して、ジボ、アルファベットへの要素還元的な議論がなされたり、それら全体を通じて、国家の千分の比喩、パイドロス、 第七書簡などで言及される、イデアの干渉以外はいかなる言葉、模造を用いた表現、認識、知識も不十分というプラトン自身の思想を浮き彫りにするなどの点で、両者は内容的、構成的に共通、類似している。また、本編の序盤では、ソクラテスの三バ術とも呼ばれる、問答法、ディアレクティ系が、どういう意識、意図、 動機付けの下で行われているかについて、ソクラテスの弁明とはまた少し違った切り口から、詳細な説明がなされている。そして、その三場術を実際に、ソクラテスが少年、手相テトスを相手に、しかも知識という根本的な主題を検討する格好で、やってみせる構成になっているので、その点では、本編はメノンやアルキビアデス相等に並ぶ。 プラトン哲学入門書としての性格も合わせ持っている。目柄にて、市外に帰ってきたエウクレーディスが、市外にやってきていたテルプシオンに出くわす。テルプシオンに、どこに行っていたのか尋ねられ、エウクレーディスは、外交であるニサイア港に行こうとしていたが、途中で、コリントスの戦場での負傷と赤利によって、瀕死状態となった手相テトスが、アテナイへと運ばれていく場面に出くわし、彼を、 途中のエリネオスまで見送っていたと答える。エウクレイデスは、テアイテトスの人格の立派さに研究しつつ、見送りの帰り際、かつて亡くなる、少し前のソクラテスが、少年だったテアイテトスと問答し、彼の才能を絶賛していたこと、そしてその問答の一部始終を後に聞かせてもらったことを思い出したという。テルプシオンにその内容を教えてほしいと壊れた、エウクレイデスは、 その内容を書き留めておいた本があるといい、二人でエウクレイデスの家に行き、その本を召使いに読ませることにする。アテナイのとある体育場にて、ソクラテスがキュレネ出身の気化学教師であるテオドロスに、アテナイの若者で見込みのある者は誰なのか問う。テオドロスは数と花が上を向き、目が飛び出ているなど、ソクラテスに似て容姿はあまり良くないが、 頭脳の明晰さと穏やかさと勇気において群を抜いている若者がいると告げる。ソクラテスがそれは誰の息子なのか問う。テオドロスはそれは覚えていないが今しがたドロモス走り場からやってきた少年たちの真ん中にいるのがそれだと教える。ソクラテスはあれは数ニオンクのエウプロニオスの息子であり父親も今言われた性質を持った評判のいい男であり。 財産もたくさん残したはずと述べる。テオドロスは彼の名前はテアイテトスであり、財産は彼の貢献者たちによってめちゃくちゃにされてしまったが、彼は金銭に執着しない性質であり、この点でも感心すると述べる。ソクラテスに要請され、テオドロスはテアイテトスを近くに呼び寄せる。ソクラテスはテアイテトスに、テオドロスがテアイテトスをとても称賛しているので、 その美点を見せてもらいたいと問答に持ち込む。ソクラテスは、テアイテトスがテオドロスから幾何学、天文、音律、算術などを学んでいることを確認した上で、知識、エピステーメイとは何であるかと手テアイテトスは、幾何学や、様々な職人たちの技術に関する心得なども、それぞれに知識であると答える。ソクラテスは、そうした、についての知識、 が使う知識といった類の具体を列挙していくような外縁的な答えを求めているのではなく、知識そのものが何であるかについての内包的な規定、定義としての答えを求めているのだと述べる。例えば、デードが何であるかと問われて、当時、末物氏が使うデード、へっつい氏、かまど氏が使うデード、かわらが使うデード、などがそれであると答えるのではなく、 土と水が混ざったものと答えてほしいと、手相手と座り返し、最近友人である少年、ソクラテス、参照、政治家と数学、幾何学の議論をした時にも、同類の話が出てきたという。それは、平方根、事情根についての議論で、3.5、6.7といった面積を持つ、正方形の一辺の長さは自然数には収まらないが、 こうした例は無限に出すことができてしまうの、もっと端的な表現方法を考え、まず、4 9 6といった自然数の事情、平方として表現できる数を正方形数、等変数と名付け、次に、それ以外、すなわち、先の3.5、6.7を、長方形数、不等変数と名付けた上で、長方形数、不等変数を面積とする。 正方形の一辺の長さとして、それを表現することにしたという。また、同様のことは、立方体、すなわち、立方根、ね、三条根についても言えると述べる。ソクラテスは、手相テトスを称賛するが、手相テトスはしかし、知識に関しては、このようにできそうもないと答える。ソクラテスは、知識が何であるかを見つけ出すのは、頂上の頂上を極める人の仕事と言えるほど、 困難なものであることを指摘しつつ、それを言論として把握するために粘り強くあらゆる努力を尽くしていくことを鑑賞する。手合いテトスも懸命に努力するだけはすると応じる。再度ソクラテスに知識が何であるか問われた手相手とトスは、以前からこうした類のソクラテス的な問いを伝え聞いており、すでに何度も考察したことがあったが、どうしても自信を持てる十分な答えにはならないという。 ソクラテスは、それは、手相手トスにとっての陣痛であり、何か生むものを、お腹の中に持っているから起こるのだと指摘する。そして、ソクラテスは、自分の母親パイナレテは大変由緒のある厳しい、三場の一人だったが、自分も、また、それを知らない者からは、ソクラテスは、ただ人間を行き詰まらせる、困惑させるだだと言われるがその技術の専門家であると、述べる。 ソクラテスは、サンバというものは、といったことができると指摘する。そしてソクラテス自身の場合は、といった特徴があると述べる。そして、ソクラテスは、出会いテトスが、今まさに生み出したいものをお腹に持っていて、陣痛を感じているのであり、自分をサンバだと思っているだね。生むために一生懸命努力してほしいこと。また、生まれてきたものが、新生物ではなく、偽物であった場合。 それを投げ捨てようとすることに対して怒り狂ったりしないことを要請する。というのも、これまでも多くの人間がソクラテスに対してそうした態度をとってきており、ソクラテスが神の加護によって行為でその人の愚劣な考えを取り除こうとしていることを理解してもらず、悪意でそのようなことをしていると思われ、過密感ばかりの剣幕を示されるのだという。 再度ソクラテスに知識が何であるか問われた手相手トスは感覚、愛ステイスであると答える。ソクラテスは、それは、あらゆるものの尺度が人間である。あるものについては、あるということの、あらぬものについては、あらぬということの。と述べた、プロタゴラスの相対主義説と同様であり、各人が感覚した通りに、あるもの有限会社が対応し、それがすなわち、 知識であると言っているのだと指摘する。手相手とすも同意する。するとソクラテスは、そうした主張は、何者も、他と没交渉にそれ、事態としてそれ、事態に止まり、単一である、というものはないと言っているようなものであり、大でもあれば、小でもあり、十でもあれば、形でもあると言ったように、単一特定の様態が一つもなく、すべてのものは、常に変化し、運動、 動きと相互の混和からなると言っているのだと指摘る。そしてそれゆえに、あるというよりは、なるというのが正しいのであり、こうした考えは、プロタゴラス、ヘラクレートス、エンペドクレス等をはじめとする、パルメニデスを除く、禅の知者とホメロスのような詩人たちも同一歩調をとる、考え方であると指摘する。手相手テトスも同意する。ソクラテスはさらに、そうした、有の生成は、 動画なし、無、もうは、生がもたらすという考えの根拠として、ことなども挙げる。手相手とすむ同意する。するとソクラテスは、その考えに劣却するならば、例えば、色を感覚する場合には、色と目のどちらにも、固有のものがあるわけではなく、両者の相互関係によってそれが格別になる、現れるのであり、その生じ方、現れ方は、各個体、 各人によって異なるは、もちろんのこと、同一個体、同一人においても状態に応じて常に異なると指摘する。手相手と住む同意する。またソクラテスは常に自分自身に等しい固定的な実態を想定しようとしても、他との相対的な関係性、比較によってそれ自体は変化していないはずなのにその事物の大、高といった評価、位置づけには、 変化が生じてしまう、という矛盾を抱えることになってしまう。すなわち、事物の認識、評価を支えている、尺度も、また恣意的、相対的、流動的なものあるという点も指摘しつつ、相対主義、万物流動説的な主張を、さらに擁護してみせる。手相手と諏訪同意しつつも、そうしたことを考えると驚きと惑ってしまうと、告白する。ソクラテスは、脅威、 タウマゼエンの上こそは、愛知、哲学の始まりとなる、愛知者、哲学者の情であると評価しつつ話を続ける。ソクラテスは、さらに、相対主義、万物流動説論者の主張の紹介を続け、道には、作用と、需要という二つの層、品種、機能があり、それらの相互の交合摩擦から、子孫が、創生児となって生じると指摘する。例えば、相性な運動と、目、 耳などの感覚器が交互を摩擦することで、色彩、音声などの感覚されるものと、視覚、聴覚、嗅覚、霊覚音覚、快復、欲求異端などの感覚が常に同時に生じるように。またソクラテスは、道には、知足環球の別もあり、同じ場所に止まる、動きの痴漢なもの、対象と感覚器同士が場所を変えて動く。 急速な子、感覚されるものと、感を生むことも指摘しつつ、こうした説明によって、相対主義、万物流動説的な説明は、無理なく可能であること、そして全てのもの、万物は、あるものではなく、なる、なりゆくのであること、それを言論でもって、立ち止まらせる、固定化することを試みようものなら、論破されざるを得ないことなどを指摘する。手合ってトスは、返事に急し。 ソクラテスが本心からそう思って言っているのか、それとも自分を試しているだけなのかすらもよくわからないと述べる。ソクラテスは先ほど述べたように自分は何も知らない不妊者であり、三馬役を務め、唱え事をして分辨を促し、生まれたものが虚毛なのか純正なものなのかを検査するに過ぎないのであり、手相手とすが思うことを、 心に現れている通りに答えて欲しいと述べる。手相テトスも了承する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。